今日はパイロットのコクーンというシャープペンを皆さんに紹介していこうと思います。こちらのペンは普通のシャープペンのデザインとは結構かけ離れた独特な形状のペンなんですけれども、2013年度にはグッドデザイン賞を受賞した実力のあるペンとなっています。外見がとても面白いペンなんですけれども、実際に書いてみてもかなりクオリティが高いなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。パイロットのコクーンを紹介するのにあたって過去にも2回ほど動画を撮ったんですけれども、ことごとくボツとなってしまっているので、今回作るのは3回目ぐらいですね。もし今作っているのが公開されていないかもしれませんが、もしこの動画が公開されていたら見れたらラッキーだなと思って高評価を押していただけたら嬉しいです。ではこちらのペンについて詳しく見ていこうと思います。こちらのペンの発売は2012年の9月ですね。こちらのペンはコクーンという名前なんですけれども、コクーンっていうのは蚕の繭という意味があります。蚕の繭って卵みたいな形状になっているんですけれども、こちらのペンは蚕の繭の形状を反映した造形となっています。蚕蛾というかの幼虫を蚕というんですけれども、蚕がさなぎになる時に脱皮した体が傷つかないように自分自身で繭を作って身を守ります。その時の繭というのがなかなか使えるぞというのを人間が気づいてしまいまして、人間はシルクという繊維を作るために蚕を家畜化しました。社会の授業でシルクロードって聞いたことある方も多いと思うんですけれども、それほど蚕と人間は古くから密接に関わってきたため、蚕は野生に戻る能力を完全に失ってしまって、人間の元でしか生きられない昆虫となってしまったそうですね。かなり話が脱線してしまったんですけれども、蚕が作った繭、つまりコクーンによってシルクという繊維ができて、そこから高級な服などの、絹織物が誕生します。つまり蚕の繭っていうのは物事の始まりの象徴になっているということで、新しく社会人になる方をターゲットにコクーンというペンが誕生しました。なのでコクーンは万年筆がメインのシリーズなんですけれども、こちらのシャーペンと他にボールペンもラインナップされています。社会人に向けたペンということで、それなりに作りにもこだわっていて、税抜き1500円のペンなんですけれども、値段以上にクオリティが高いペンだと思っています。軸には真鍮が使われていて、重量は 30g となっているので、持ってみると見た目通りのずっしりとした重量感があります。いつも持っている野原工芸のペンと同じような流線形の造形となっているので、結構持ちやすくて程よい太さがあるので、がっしりと握ることができます。芯を出すときはペンの上部の大きなキャップ全体をスライドさせるキャップスライド方式が採用されています。ノックの仕心地はちょっと重いかなといった感じですが、ペンの重さといい感じにマッチしているなと思いますね。キャップにも真鍮が使われているので、キャップだけでもかなりずっしりとしているんですよね。自分が持っている大きなキャップごとノックをするシャーペンは旧型のパイロットのカスタムがあるんですけれども、この2つどちらも共通しているのがベースモデルが万年筆っていうところですね。万年筆をベースにデザインされているということで、重心が高くなっています。万年筆の場合は寝かせて書くので、高重心であってもあまり気になることはないんですけれども、シャープペンの場合は自分は寝かせるのではなく立てて書くので、結構重心バランスっていうのが重要な要素になってきます。自分の持ち方の場合ですが、シャープペンは重心がペン先に近い方がいいなと思っています。なので万年筆には許された高重心ですが、こちらのシャープペンだと結構高重心っていうのが気になってしまうかなと思いますね。従来のシャープペンと同じように消しゴムを取り外すと芯の補充をすることができます。口金を開けていきますと金属のチャックが使われていますね。実は芯タンクを取り外すこともできるんですけれども、金属の芯タンクとなっていて、細部まで部品にこだわっているのがわかりますね。実はこちらの芯タンクなんですけれども、野原工芸もかなり似ている芯タンクを使用しています。野原工芸のボールペンのリフィルはパイロットのアクロインキを使っているんですけれども、シャープペンの新タンクの方もパイロット製のものを使っていると思いまして、こうやって見るとかなり似ていますね。ネジとかキャップの互換性っていうのはないんですけれども、あの素晴らしい野原工芸に使われている部品とほとんど同じなので、こちらのコクーンの方もかなり品質が高いペンとなっています。こちらにはロット番号と思われる数字が書かれていまして、おそらく2017年の2月に製造したものだと推測されます。
自分が購入したのが2018年の5月なので、ある程度辻褄が合うかなと思いますね。こちらのペンは筆記する際の振動を抑えるのにもかなり力を入れたペンだと思っていて、結構きついギリギリの寸法で作られています。ここの芯タンクと軸ですが結構きつくなっていて、抜くのにちょっと抵抗があります。それによって軸と芯タンクの振動が生じないように作られています。さらにキャップをつける時も抵抗がありまして、隙間がほとんどない設計がされています。キャップと軸って作りが悪いと書いている時にカタカタと音が鳴ってしまうんですけれども、こちらのペンは全くそんなことないですね。あと書いている時にキャップがくるくると回転しないように、ギザギザのパーツが軸とキャップの両方につけられていて、書いている時にキャップだけが回転してしまうという不快な現象が起こらないような工夫がされています。なかなか気づきにくいところまで配慮がされているんですけれども、どうやら旧型のカスタムのシャーペンも全く同じ配慮がされていました。昔からこのギザギザのパーツは変わっていないようですね。昔は芯タンクより下のところまで金属が使われていて、そういうところには多少のコストダウンは見られますね。まあでもそんなに気にすることでもないかなと思いますね。こんな感じで付け替えることもできまして、こっちはノックできないんですけれども、こっち側はノックをすることができます。重心が高すぎるシャーペンになってしまいました。一般的なシャーペンというのはキャップが軸のデザインから独立していて、ちょっと浮いたような存在になってしまいます。軸を覆いかぶせるようなキャップにすることで、軸とキャップが一体化したような形状となっていて、かなり統一感のあるデザインに仕上げられていますね。キャップにも真鍮が使われているので、重心の位置はちょっと高めなんですけれども、 30g と重たい分、書いている時に紙から伝わってくる振動を吸収してくれるので、書き味は比較的いい部類に入ります。野原工芸ほどではないんですけれども、しっかりとしつつサラサラと書ける感じですね。でもこれだけずっしりとしたシャーペンなんですが、ペンの体積が大きくて密度が低いので、ペンの重量の割には軽めな書き味になってしまっています。もっとシュッと細くして同じ重さならもっといい書き味なんじゃないかなと思いますね。自分的に書き味っていうのはペンの重さだけでなく密度も結構重要な要素になってくるんじゃないかなと最近は考えています。クリップはかなりシンプルなデザインですね。サイドには3本のラインが刻まれていて、流線形の流れるようなボディに合わせて風が流れるようなデザインがされています。こちらはチタンという色なんですけれども、チタンでも表面の仕上げ方が2種類になっていて、グリップとキャップには滑らないように艶消しの塗装となっています。それに対して中間のところはマットの塗装の上からツルツルとしたコーティングが施されています。ここは軸の中で一番膨らんでいるところなので、一番傷つきやすいところなんですよね。マット塗装だと塗装が剥がれやすいので、塗装が剥げて色あせないようにこのようなコーティングがされています。そういう工夫までされているっていうのがね、なかなか感動的ですよね。ただレビューを見ていると、マット塗装のみのところは結構塗装が剥がれやすくなっているとのことなので、なるべくペンを傷から守ってくれるような筆箱に入れて使うのをお勧めします。全部で8種類もカラーバリエーションがありまして、特にこちらのチタンという色はメタリックな質感が非常にかっこいいカラーとなっているのでおすすめですね。値段は1500円プラス消費税となっていて、自分は Amazon で買ったんですけれども、税込み1400円ぐらいで買えたので、 Amazon の方もぜひチェックしてみてください。購入した時に化粧箱がついているかどうか分かりませんが、自分の場合はこのような感じのスタイリッシュなケースに入っていました。まとめとしてこちらのペンを5つ星で評価していこうと思います。書きやすさについては、重量が重くて重心が高いので星2つですね。あくまでも新社会人向けなので、書きやすさを期待して購入するようなシャーペンではないかなと思います。続いて持ちやすさについてですが、こちらは星4つですね。自分としてはすごくいいグリップの形状となっていて、マット塗装なので滑り止め効果もあるのでかなり高評価なんですけれども、微妙にクリップが手に当たる位置にあるのでちょっと気になってしまうということで星4つとさせていただきました。書き味については星4つですね。野原工芸のペンとかと比べるともう少し重みがあって欲しかったなっていうのはあるんですけれども、筆記振動はかなり抑えられていて、書き味は優れている部類に入るかなと思います。
続いてペン先の視界については星3つですね。一般筆記用のシャーペンなのでペン先の視界については、まあ、期待すべきじゃないかなと思います。でも比較的細い口金なので普通に筆記する分には全然ストレスなく見えますし、一般筆記用の中ではかなり優れている部類に入るかなと思います。続いてデザインについては星5つですね。自分が好きか好きじゃないかは置いておいて、とにかくこだわりが感じられるデザインなので最高評価にさせていただきました。実際にグッドデザイン賞を受賞していますし、誰にターゲットを絞っているのかっていうのがコクンという名前の由来からもわかります。しっかりと設定されたターゲットにふさわしい製品となっているので素晴らしいなと思いますね。自分自身はそんなに好きなデザインではないんですけれども、こういう丸っこくて先進的なデザインが好きな方も多いかなと思います。続いてコスパについては星4つですね。1500円となっていて高価な部類には入ると思うんですけれども、内部のパーツにも非常にこだわっていて、単純に1500円でこのクオリティはすごいなと思ったので星4つとさせていただきました。ということで今日はパイロットのコクンの紹介をしてきました。一言でまとめると、お手頃な高級筆記具といった位置づけですね。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。